ます。暗いっていうか白飛びがすごい。なんか暗くない？なんでだろう。暗い。雨だから違うと思う。めちゃめちゃ自宅だけど、よいしょ。どう？あー暗いわ変わらず暗かった。AKB 新聞時期プレゼント、明日の消し印有効さん、ありがとうございます。ありがとうです。ビヨンビヨン、お辞儀ありがとうございます。ビヨンビヨン、お辞儀。ちょっと待ってね、切れたらごめんね。したくて、あのね、訳あって髪が取りに行けないんですよ。だからまあ理由はご想像にお任せするんですけど、わけあって髪が取りに行けないので、でなんかすごい寝不足みたいな顔してるんだけど、全然元気なんだけどね。すごくない？ちょっとほら普通だよ。なんでだろうこれ、すごい寝不足みたいな。なんでだろう、青白いって感じ。なんでだろう、こうやってやったらすごい体調悪そう。どう？なんでだろうか。前髪のせいじゃない？前髪のところにね、影ができるんですよ。全部にやったらいいんですけど、ほら。どうしても電気が上にあるんですよね。気にしないで。だって今一に見えるよとか言う人がいるんだもん。ボキャリ配信どういうこっちゃ。体調悪そう言われる。元気です、元気です。そう、肌の調子は良き。あ、でもね、わかんない。
良い、ちょっとやばげ。元気。分け合って髪取りに行けない。そうだよ。あ、それで分け合える配信。ちょっと違うけど、まあいいや、それで。いろいろな理由があって取りに行けない。その理由もお話ができないなら、それはご想像にお任せします。ねえ、メールをさ、どのタイミングで送るタイミングがないんだけど、メール。昨日メール届いてるメンバーいるの？どのタイミングで送ってんの？触る時間ない。マジいるの？なんで？どのタイミングで送ったの？なんか大人メンバーはあれなんですよ、休憩時間がね、時間内っていうか5時より前とかに休憩があったからね、遅れるんですけど、大人メンバーじゃないメンバーは多分レッスン中に携帯触ったりしないと遅れなくない？まとめて遅れないんですよね。どのタイミングで送ってる？謎ですね。頑張れます、今日は。どこに送っても、休憩じゃないと、私ライブ中とレッスン中に携帯触るの嫌なんです。だから遅れそうな時を見つけてピュッて頑張ります。送信予約はない。そうかの、一応子供メンバー 全然あれだけど、しっかり大人だけど。でもちょっとメールが送れないのは悲しいし、ショールームがね、全然できないから。メールはね、送りたいんですけど、メールが全然送れないので、ちょっと今日は頑張ってみます。どこで送ったらいいんだろうか。あ、でもね、今日はね、いけそうな予感がします。昨日はね、どうしてもちょっと時間的に無理だなって思ったんですけど、今日はきっといけるはず。今日ショールームも頑張ったらいけ、あ、違う、無理だ。ショールームは無理ですね。メールは頑張ったらいける気がするけど、メールを送れてる人もあるし、もはや送る気の問題。いや、レッスン中に携帯触ってるかどうかの問題でしょ。もうやめてほしい。大人メンバーは遅れるんですよね。4時とかに休憩があるから。5時からしか遅れないから。
チェーのコンサート行けなさすぎ。あ、なんかこの間の握手会で落選しちゃったって人が多かった。お仕事頑張ってください。あと多分ね、レッスンじゃなくてお仕事の人はね遅れるんだと思われ。倍率高めなのか。でもなんか当たったって人も結構いたけど、無理だったって人もね、いた。だからなんか外れまくったっていうわけでもなさそうだったよね。地元の人が通せなかったイメージ。でも私ね、それは握手会で言われたんですよ。でも私の握手会は乗ってさ聞いたやつとかだとね、あの関東の方が多かった。めっちゃ関東の方ばっかりだった、当たってるの。目が痛い、目めっちゃ痒い。すごい体調悪そう。暗いからさあ、でも上で思ってんのちょっと疲れちゃスタジアム、ズームスタ。でも何回か踊らさせていただいたことはあります。背が思ったより小さくて可愛い。私ですか。結構大きいと思いますけど。ね、みんな顔大きいよね。あ、大きいんだねってよく言われるんですよ、握手会で。マイハもカノン好き。マイハのカノン好きは最近多分そうでもない。思ってたより小さかった。え、待って、みんなどんだけでかいの想像してるの。逆にめっちゃ何ここでさ見えるのってさ肩とさ顔ぐらいやけさ、まあ、この人の肩幅だったら結構でかいかなみたいな、そういう感じ。157161ですね。え、でも身長さすがに伸びてないですね。そう、肩幅広いんですよ。
163って言ってたのに、だって最初163だったんですよ。あ、でもなんか機械で測ってるのと人が測ってるのやつだからどうなんだろう、わかんない。でも163もないと思う、どっちにしろ。小さい方ではないです。大きい方でもないけど、大きい方か。本当ありがとうございます。これ以上ね、小さくはね、なりたくはないけど、き、今のままがいいかな。振りが大きいから、いや、肩幅が広い 大きく見えるみたいな。身長止まったよ。だってもう私18歳ですよ。止まってしまうよ。もう全然しっかり普通に止まったよね。つら。体は硬い方ですね。前屈とかがね、できないんですよ、今。足痛いんですよね。なんか誰かスポーツやってた方とか、足痛めた時とかの、なんとかする方法ご存じないですか？家の18歳、ママが17歳がどうのこうのってよく言う。私家の17歳みたいなこと。ブリッジは得意。家にもよる。そうなんや。カルシウム不足。え、ねえねえ、豆乳にカルシウムって入ってるの？ママ永遠、ママ永遠幸せっていう LINE を送ってくるんよ。豆乳に入ってない。私豆乳好きでよく飲むんですよ。豆乳と一緒ね。でも牛乳飲むことってそんなオレオ食べる時ぐらい。今日すごいなんか目がむくんでる。豆乳と牛乳どっちが合うの？豆か なんだろう総 量ブーム。あーちゃんも同じことして、なんか YouTube で俺を食べてるやつを見ても美味しそうだなって思った。豆か牛かだそうです。仕事行くの？頑張ってください。ください。地面じゃこ。スカイツリーを
いいですね。私ね、なんかスカイツリー行けるとき、なんかオーディション行ってたときとかさ、なんかさ、いつもあれなんですよね、雨だから上行っても何も見えないですよとか言って帰ってくる。景色頼むよ。おはようございます。今日はおはようメールを送るので、で、もう書き溜めしといて、もうパパパって送るだけにしとくので、メールをちょっとやる気の問題だよって言われてしまったので頑張ります。3通を目標に頑張ります。でまとめて送ってしまう、多分いつも夜の方にまとめて送る、夜じゃないのにまとめて送ってしまいそう。メール送る時間欲しいよね、15分ぐらい。いや、なんかね、15分空きがあるんですけど、抜けれない空気。今日は3通を目標に頑張るので、メール待っててください。なんか毎回嬉しいたびに思うけど、私って本当に頭が悪いの、本当に頭悪いなと思うんですよ。もういろいろと効率が悪い。もうね、なんかね、誰かタイムスケジュール立ててほしい。 ここで覚えて、こうして、ここでメールみたいな、ここちょっと一緒トイレみたいな。 本当に、なんか計算、時間配分ができない。本当に時間配分がねできなくてね、マジで本当にやばい。お時間でしていたい。 やってほしい。またね。こうやってやると色やばくない？こっちの方がさ、こっちにしたら色がマシ。体調悪そうなんだけど、絶対弱い。体調悪そうだねって。え、なんでだろう。なんか緑なんだけど、色が不思議ですね。緑も。この組み合わせが握手会で、わかる。握手会はね、あれだからね、ちょっと可愛い服してるかもしれない。今日も一日頑張ろうな。あ、そう、虫に噛まれたみたいな
傷があったところ良くなってきました。今何分ですか？何ギャップ？57やば、58、すごい、ナイスタイミングって聞いたじゃん。私いきます。13位、トーラジさん。12位、アイドマス元気、地方からの読み交わし、かな最新ありがとうさん。11位、花火さん。11位、タイさん。9位、中地、イデマイカさん。エクラブ、ノットイコールミー、 HKT、 STU さん。8位、ふるさと姉さん。7位、ピノさん。6位、アークスさん。5位、中野さん。4位、津田ちゃんさん。3位、ふるみさん。2T800 さん。1位、 AKB 新聞チェキプレゼント、明日の岸院友好さん、ありがとうございました。と、AKB 新聞チェキプレゼント、明日の岸院友好さん、ありがとうでした。ビヨンビヨン、お辞儀ありがとうでした。あれします。で、岸院って何？明日あの夜、今日の夜にメモの用紙に書いとくので、明日の朝配信でやります、紙は。ということで、ありがとうございました。今日も一日頑張るな。すごい今日機嫌悪かった、ごめんね。今日も一日頑張るな。バイバイ。メール待っとって。